毛利元就、小規模な黒人領主から中国地方をほぼ制する大大名まで成り上がった人物である。策略家、戦略家としての評価が非常に高く、王臣と称されることもある。波乱に満ちた元就の生涯を漫画で振り返る。チャプター1、苦難の幼少期。1497年、秋の国、広島の黒人領主、毛利広元の次男として誕生。はっはっは、利発な子じゃ。あばあ。元就の幼少期は苦難の連続であった。元就が誕生した当時、秋の国、備後の国の周りには、九州北部から山陽にかけて力を持つ大名、大内氏と、山陰を支配していた大名、尼子氏がいた。毛利家をはじめとした小領主たちは、大内氏につくか、尼子氏につくか、生き残りをかけた選択を迫られていたのだ。あわわわわ。毛利家は大内氏に従属していたが、不安定な状態にあった。うむ、我らはこのままでいいのか。お父上。そんな中、実母がこの世を去る。は、母上。それから間もなく父広元が主毒でこの世を去る。元就が10歳の時であった。そんな父上まで。さらに元就の苦難は続く。元就は家臣によって所領を奪われ、城を追い出されてしまう。あなたは毛利家にとって邪魔な存在なのだ。え？城を追われた元就は城下のあばら屋で貧しい生活を強いられることになる。うん、古事記若殿と呼ばれるほど貧しい生活であった。そんな元就に手を差し伸べる者がいた。父毛利広元の御妻、杉の大方である。杉の大方は元就を引き取り養育する。大変だったね、もう大丈夫だよ。元就は杉の大方のことを次のように語っている。まだ若かったのに、大方様は自分のためにとどまって育ててくれた。私は大方様にすがるように生きていた。杉の大方の存在は元就の人格形成に大きな影響を与える。チャプター2、家督争い。1516年、元就が19歳の頃、家督を継いでいた兄毛利興元が急死。死因は父と同じく主毒だった。なんということだ、兄上まで酒で。家督は興元の嫡男高松丸が継ぐが、まだ幼少のため叔父の元就が後見人となった。兄上の忘れがたみ、私の手で守ってみせる。そんな中、毛利家の周囲では不穏な空気が漂っていた。毛利家では当主が2代続けて急死している。これは空気だ、この木に毛利勢を潰す。毛利家の矢継ぎ早の代替わりを好機と見た勢力が、毛利と手を組んでいた吉川氏の領地へと侵攻する。これを受けて元就は毛利家当主代理として出陣。出るぞ。敵軍は5000、対する自軍は2000足らず、数敵不利の立場にあった。しかし元就様、敵軍は我が軍の倍です。案ずるな、私に策がある。元就の策略家としての才能はこの頃から開花していく。元就は数敵不利をものともせず、この戦いに勝利する。この勝利により元就の名は広く知られるようになる。毛利家の元就という男が安芸武田氏を撃退したらしい。兵力差をその謀略で覆したらしい。しかもそれが初陣らしい。なんと恐ろしい男だ。後見人として毛利家を盛り立てる中、元就は結婚。27歳の時に長男高元が誕生する。あばあ。時を同じくして毛利家を揺るがす出来事が起こる。1523年、おいで毛利家当主の毛利高松丸がこの世を去る。わずか9歳であった。高松丸。この出来事により元就が家督を継承する。しかし毛利家家臣の中には、元就の家督継承を快く思わない者もいた。なぜ分家の人間が毛利家を継ぐ。家督継承にふさわしいのは元綱様であろう。元就の家督継承反対派は愛王元綱を擁立して対抗する。元綱は元就の異母弟であった。元就とも仲は良かったという。兄上。元綱らの謀反に気づいた元就は元綱一派を殲滅する。許せ元綱。すまない、
すまない。この出来事は元就の心を深くえぐった。その後元就は秋備後で戦を繰り広げ領土を拡大していく。チャプター3、独立への動き。徐々に力をつけていく元就だったが、大内氏の後ろ盾に支えられていた。我らは一介の黒人領主に過ぎない。いくら勢力を拡大しても、大内の手の内にあるうちはいつ切り捨てられてもおかしくない。そこでだ、我らは大内から独立する。しかし父上、今独立すれば大内だけでなく雨子にも狙われます。その通り。そこでお前たちの手を借りたいのだ。元就は周辺の黒人領主を取り込むべく、次男の元春を吉川氏に、三男の徳寿丸を小早川氏に、それぞれ養子に出す。その後しばらくして、二人の子はそれぞれの家で家督を継承する。次男は吉川元春と名乗り、三男は小早川高景と名乗った。山陰地方に勢力を持つ吉川氏と瀬戸内海に勢力を持つ小早川氏、元就はこの二つの勢力を手中に収めることに成功する。毛利元就が確立したこの政治組織を毛利両線体制と呼ぶ。この頃元就は60歳近い老齢となっていた。よし、これで独立の基盤は出来上がった。毛利家は大内氏、雨子氏に引けを取らない新勢力となっていた。毛利家の勢いがすごい。まあ、それでもまだ私の力には及ばないが。そんな中、事件が起こる。大内氏の家臣、末春方が謀反。大内義隆は自害に追い込まれる。ギャース！この出来事は周辺諸国をさらなる混乱に巻き込んでいく。チャプター4、厳島の戦い。大内氏の家臣だった末春方の台頭。元就はこの混乱に乗じてさらなる勢力拡大を図る。今が好機。末春方は勢力拡大を続ける毛利家に危機感を覚えていた。毛利元就め、調子に乗りすぎとるな。そして両者は対立していく。末軍が動員できる兵はおそらく3万以上。対する我らの軍は3000から4000。正面から戦えば勝算はないだろう。そこで敵軍を内部から弱体化させる。内部から。元就は末方に偽の情報を流し混乱を引き起こす。お前は毛利軍と内通しているらしいな。そんなわけがありません。嘘をつくな。貴様は粛清する。さらに瀬戸内海で大きな力を持っていた村上水軍を買収。元就は謀略の限りを尽くして末軍の力を削ぎ、自軍の力を高めていく。ぐんぬんぬ、こしゃくな。すべては末春方との決戦に備えるためであった。そして決戦の時を迎える。1555年、末春方は大軍を率いて厳島へと進攻。毛利軍に占拠された宮尾城攻略が目的であった。出陣だ。毛利の力を削ぐぞと敵は思う頃じゃのう。出陣じゃ。末軍の動きを事前に察知していた毛利軍は末軍を奇襲。大混乱に陥った末軍は厳島脱出を図る。これはまずい。退却だ。しかし村上水軍により退路は断たれていた。バカな。末春方は逃走途中で自害する。こうして厳島の戦いは毛利軍の勝利で幕を下ろした。戦後元就は大内氏の治めていた長門国、山口県北西部、周防国、山口県東部を手中に収める。元就は61歳にして大大名へと成り上がる。この頃元就は三子教訓状を記している。兄弟三人助け合い、毛利家を盛り立てていくのだ。はい、お父上。三子教訓状には兄弟が一致団結して毛利家を盛り立てていくようにという教えが14条にわたって記載されている。長さは3メートルにも及ぶ。かつて弟を殺すという苦い経験をした元就だからこそ、くどいほど何度も同じ教えを説いたのかもしれない。その後毛利家は山陰の覇者雨子氏を降伏させている。そのことにより
出雲の国、島根県東部、沖の国、島根県沖諸島、法規の国、島根県中西部を手に入れる。元就は名実ともに中国地方を代表する大名となっていた。1571年、毛利元就はこの世を去る。享年75。父と兄を酒で亡くしていたため、元就は極力飲酒を避けていた。そのおかげか、当時としては異例の長寿であった。元就の子孫は長州藩の藩主となり、その血筋は現在にまで続いている。今日の名言。道を歩いてつまずくのはありがちなことだ。少しも気にすることはない。毛利元就。次回の日本史漫画はハイパーネガティブ武将毛利隆元の生涯。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。次回も見ていただけると嬉しいです。またね。